こんにちは、ギタリストの清水優斗です。今回は、サウンドハウスさん企画のミュージシャン呪術つなぎということでですね、ギタリストのレックスさんからご紹介いただきまして、この動画撮っております。レックスさんありがとうございます。はい、で、まず使用ギターを紹介してくださいとのことなんですけれども、このレイクプラシッドブルーっていう色がすごく好きでですね、このテレキャスを普段よく使っております。はい、で、普段いろんなジャンルを演奏する機会が多いので、ピックアップが 5way になってます。はい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 、こうなっておりますね。はい、でそれぞれちょっと音を紹介してみたいんですけど、まずリアですね。で、リアハム、で、フロントハムになってますね。で、一番よく使うのが、ちょっとポジション見えないと思うんですけれども、センターシングルっていう感じですかね。で、センターミックストーンのハムも一応出ます。こんな感じですかね。はいはい。で、次に得意な奏法を紹介してくださいとのことなんですけれども、僕が紹介するフレーズはですね、セブンスコードの上のアプローチになります。 A7 でちょっと紹介していこうと思いますが、このフレーズですね。はい、こういうフレーズになります。で、このフレーズはですね、セブンスのフレーズで、セブンスから始まりますね。で、シックスで、A セブンスのコードトーンで、セブンスに行って、チョーキングでアプローチする感じですね。で、こういうのが挟まって、で、ポイントとしては最後の、A の音、これオクターブでやると、なんかこう締まった感じがしますよね。これよく使いますね。楽器屋で試奏する機会はあんまないんですけど、試奏するときとか、サウンドチェックのときとか、こうやって弾くことが頭にというかよくありますね。はい、このフレーズ紹介してみました。ぜひ、皆さんコピーしてみてください。では次の動画をですね、素敵なフレーズセンスを持ってる菅野ひろくん、菅ちゃんですね、菅ちゃんに、回したいと思います。菅ちゃんよろしくお願いします。はい、ではここまで見てくださってありがとうございます。ギタリストの清水優斗でした。